こんにちは。伝統工芸士の小岩龍馬です。長野県上田市の伝統織物上田紬の作り手をしてます。上田市民のソウルフード焼きそばが大好きです。これね、普通信州って言ったらそばじゃないですか。でも上田市の焼きそばっていうね、上田市民に長きにわたって愛されているソウルフードがあるんですよ。それがね、とっても美味しいんですよ。まあ、あんかけ焼きそばなんですけれども、それをね、僕も先日立ち上げたサブチャンネルの方にアップしてます。まあ、焼きそば屋さんいくつか食べれるお店あるんですけれども、その一つ日照店に訪れたっていう動画をアップしてますんで、よろしければそちらをご覧ください。で、サブチャンネルの方、そしてこちらのメインチャンネルの方、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで今日は伝統工芸士龍馬が選ぶ2020年着物ニューストップ3を発表したいと思います。よーよよよよよよ。はい、というわけで発表したいと思います。で、まあ今年も残りわずかとなってきましたけれども、まあ1年振り返ってみますと、まさかこんな1年になるとは思ってなかったですよね。まあそれこそ今年2020年が始まったばかりの頃、1月初めの頃は、今年はオリンピックあるから本当に、まあ外国からね、たくさんの方がいらっしゃって、日本すごい盛り上がるんだろうなと思ってましたね。オリンピック期間中はもう人がごった返すから東京なんか行けないなと思って、そんな風に思っていた記憶があります。で、うちの工房もね、まあそういうインバウンド効果も期待できるかななんて、ちょっとね、淡い期待を、持ってたことも思い出されます。まあそれがね、1年経ってみてね、まあ残り2020年もね、わずかとなって振り返ってみるとね、思い描いてた2020年とは全く逆のね、まさかこんなね、状況になるとは思ってもみませんでしたね。まあそういった中で、まあ着物業界のね、ニュースもちょっと振り返ってみて、まあ、伝統工芸士龍馬目線でね、トップ3と言いますかね、まあ三大ニュースと言いますか、そういったのをね、ちょっと取り上げてみたいと思います。というわけで、まず一つ目のニュースですけれども、一つ目は着物業界が、大打撃、厳しい状況ということです。まあこれはまあ本当に今年はね、こういう状況ですから、なかなか厳しい状況のところが多いかなというふうに思います。まあ、飲食とか観光業っていうのは、まあ、ニュースとかで厳しいって聞きますけれども、まあ、それ以外のね、それにまあ付随するようなね、業界も厳しいでしょうし、で、着物業界ももちろんそうですね。やっぱり趣味のものですから厳しいです。で、うちもやはりその、まあ、4月ぐらいからね、工房の方にいらっしゃるお客様がもう激減しまして、あと工房の方でやってる織のワークショップも今年1回も開催せずに、終わりました。で、そうですね、着物の方もなかなか動かなかったっていうのもあります。で、それはまあ着物業界全体もそうだったので、特にやっぱり打撃を受けたっていうのは浴衣が厳しかったっていうのは聞きますね。夏祭りとかそういったものが全部中止になりましたんで。で、その中で東京の上野にあります男着物の藤木屋さんが8月のね、その頃に売り上げをね、公開して、それで昨年の売り上げの半分を達成できなかったら、まあ、ちょっと廃業を考えますみたいな、そういうことをね、されてやってました。本当に毎日の売り上げを上げてね、まあ、そこまで しないとお店がね、ちょっと危機的状況だったっていう、本当に背水の陣でね、望まれた、まあ、そこまで厳しかったと思います。まあ、やっぱりどこも厳しいと思います。で、業界の関係者の方にお話をお聞きしたところ、まあ、詳しい着物業界に精通している関係者の方にね、お話をお聞きしたところ、だいたい着物業界の市場規模っていうのは、ここ、まあ、10年ぐらいかな、まあ、3000億ぐらいで推移、3000億前後ですかね、2800とかそのぐらいですかね、そのぐらいでまあ推移してるんですけれども、まあ、今年はちょっともう本当にその半分ぐらいなんじゃないかっていうね、そのお詳しい方がおっしゃってました。半分って相当ですよね。まあだから本当に厳しかったなっていうのはね、思います。まあ来年はね、ちょっと今現状まだ落ち着かない状況なんで、ちょっと成人式もね、上田市の成人式はなんか5月1日か、延期が発表されたっていうニュースをね、最近見ましたんで、
まあ延期でよかったなと思って、中止にならなくてよかったなと思って、本当にそれは別に着物業界のことだけじゃなくて、やっぱりその成人式をね、成人の方がねできないっていうのは本当に悲しいじゃないですか。それもやっぱり、まあ、ありますんで、中止にならなくてよかったなと思って、延期になって、まあね、落ち着いた頃にね、まあ、やれればね、まあ、最近成人式って夏にやるところも増えてますから、まあ、それちょっとそういうふうな意識で、まあまあ、無理に成人の日にやらなくてもねっていうのもありますから、まあ、延期でよかったなと思いますけれども、まあ、着物業界的にもやっぱりその成人式の振袖っていうのはね、需要がね大きいですから、まあ、そういった意味でもね、まあ、延期でよかったなっていうふうには思いました。はい、ということで、まあ、一つ目のニュースは、着物業界の厳しい状況だっていうことですね。まあ、こういう状況で厳しかったっていうことです。それが一つ目のニュースです。で、二つ目のニュースいきます。二つ目は特別展着物が開催されたっていうことですね。これね、まあ本当に今明るいニュースですよね。着物業界のね、本当は4月に開催される予定だったのが4月5月かな、それが8月6月かな、そのちょっと延期されたんですよね。それでまあそれでも開催していただけたのはそれも良かったなと思うんですけれども、まあ僕自身とってもそれは行きたかったんですけれども、やっぱりねその時期ねちょっとね夏もねちょっと行けない状況だったんで、東京の方には行きづらい状況と言いますかね、行く機会は伺っていたんですけども、行けずじまいでだったんですけども、まあ行った方のお話聞くととても良かったとおっしゃってまして、まあそれでもその特別展着物の図録は購入しまして拝見して、やっぱり素晴らしいなと思って、あと YouTube でもね特別展着物のそういう動画もねアップされてますんで、それも拝見してやっぱすごいなと思って、着物ってやっぱ素晴らしいなと思って、そのね長年ね作られてきて、そのね時代時代にその作り手が職人の技というかね、いややっぱ素晴らしいと思ってね、うん思いました。やっぱそういう着物の歴史というか文化というかその技というか、そういったものを見るって本当になんかやっぱり日本に生まれてよかったなと思いますよね。それがまあ2つ目ですかね。特別展着物が開催されたっていうのが2つ目のニュースです。で、最後3つ目の、2020年、着物ニュースは何かと言いますと、これは鬼滅の刃です。これどういうことって思うかもしれませんけれども、要は鬼滅の刃で大人気じゃないですか、今映画で絶賛上映中で、でその鬼滅の刃でちょうど時代背景が大正時代なんで、そういう着物を着てる方が多いん で主人公のかまど炭治郎とか、あと禰豆子とかもね、着物、まあ、羽織とか着物を着てるわけなんですけれども、主人公のかまど炭治郎が着ている羽織の、まあ、市松模様の羽織とか、あとは禰豆子が着ている、朝の葉模様ですかの着物とかがすごい子供たちから、ね、若者の間に人気だっていうことでね、結構着ているお子さん見かけたりします。でそれがまあ大人にも鬼滅の刃って人気ですから、で結構その鬼滅の刃ブームにあやかってじゃないですけれども、そういう、まあ、市松模様の着物とか朝の葉模様の着物も結構ね作られて、でそれも結構ね人気だったりするっていうのを聞いたりします。僕と同じ着物系 YouTuber で男性の YouTuber をされている山形県のヤッシーチャンネルさん、そちらの YouTube でその名物専務のね、布施さんが専務の刃っていうね面白い動画をアップされたりして、名物専務の布施さんもやっぱり鬼滅ハマったんだろうなと思って、それでパロディっていうかねオマージュしてやられてて面白いなと思って、僕もちょっとやろうかなと思っちゃいました。なんかなんだサムエの龍馬みたいな、なんかいいな、サムエの龍馬の刃、まあどうでもいいですけれども、はい。でそういったところでも、その布施さんのところでも鬼滅のねそういう柄のものもちょっと扱ったりされてて、鬼滅きっかけでね着物に興味を持ってくださるというすごいありがたいことで、いいことと思うんで、そうすることでやっぱり今まで着物に興味がなかった方にも着物を知ってもらえるいい機会ですからね。そういう意味では布施さんもすごいいい取り組みをされてるのかなと思いますね。でそれも一つのね着物業界にとって明るいニュースだったかなと思いまして、3大ニュースの一つとさせていただきました。ということで伝統工芸士龍馬が選ぶ、2020年着物ニューストップ3を発表させていただきました。まあ、他にもね結構いろいろあると思うんですけれども、まあ今年はまあこんな状況で厳しかったんですけれども、まあ、全体的には厳しかったんですけれども、まあ、明るいニュースもねいくつかありましたんで、ぜひね来年はね、まあ、日本の経済がね上向きになっていって、で着物もね、
もっともっと着る方が増えていけたらいいなというふうに思ってます。で、僕もやっぱり着物をものづくりの職人としていい、着物の制作、に精進努力したいと思ってますし、あとやっぱりこういう SNS とか、まあ、YouTube を使っていろんなね楽しい着物ライフを送っていただけるように作り手目線で、まあ、今後もねいろんな発信をしていきたいと思ってます。またぜひねお付き合いいただければと思います。以上、伝統工芸士の小岩龍馬でした。ご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは染色の工程、着物の豆知識、着物業界の裏側など作り手目線で着物に関するお役立ち情報を発信しています。よろしければチャンネル登録お願いします。